伊勢崎市長のこんにちはラジオ。こんにちは。伊勢崎市長のこんにちはラジオ。この番組は伊勢崎市の肘康夫市長とともに市政情報などをお伝えしていく番組です。肘市長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて、イベントなども多い季節となってきました。市長、最近はどこかお出かけになりましたか？いや、コロナが明けてからですね、本当に土日いろんな行事があるんですけれども、今年は特に本市が誕生してから20周年の記念事業もありますし、田島八重旧宅が世界遺産登録されてから10周年ということで、様々なイベントが自分のところであるもんですから、外へ行く時間が本当にないですね。本当にたくさんのイベントが増えてきましたよね。で、今日はそんな中で、先ほどもお話の中に出てきました、田島八重旧宅が世界遺産登録10周年ということで、このイベントですとか整備状況などについてお聞きしていきたいと思います。ではまず、田島八重旧宅世界遺産登録10周年記念事業の内容、そして実施時期について教えてください。はい、この6月25日で、田島八重旧宅世界遺産登録されてから10周年ということになりました。これを受けて今伊勢崎市で様々な事業を行っているところです。まず6月市内の小学校の子どもたちを対象として、子どもスタディーツアーということで、子どもたちに、伊勢崎市の子どもたちに一度は、田島八重旧宅、または赤堀にあります歴史民俗資料館、こういったところに訪れてもらって、で、この伊勢崎がの文化財に触れていただきながら、ふるさとを大切に思う気持ちをこう育んでもらいたいなというふうに思っています。それから7月の14日の日曜日なんですけれども、午後2時から、かすりの里で、記念シンポジウムを、開くことにしております。世界遺産登録のもう前からですね、この田島八重旧宅とかその周辺の調査にいろいろお手伝いをいただいた、田島八重旧宅調査整備員の7名の皆様方にお集まりいただいて、講演会とシンポジウムを行うということですので、ぜひ興味のある方はおいでいただければというふうに思います。また田島八重旧宅周辺で楽しみながら、こう田島八重旧宅を知っていただくということで、謎解きをしながらこの周辺を歩いてスタンプラリーをこうやりたいというふうに思っています。9月から11月にかけてこう開催しますので、参加いただいた方には参加賞のほかに、抽選で伊勢崎市の名産品、こんなものもプレゼントを差し上げるそんな予定もありますので、どうぞこれにも参加していただければと思います。で、次に11月の17日の日曜日なんですけれども、この田島八重旧宅の建物だけではなくて、この周辺の、特にこの利根川をというものがこの地域の大きな役割を果たしてきたというところで、これをこう空から眺めるということで、VR ハンググライダーということで、VR、バーチャルリアリティのこう、ゴーグルつけてこう見ていただくものだとか、熱気球のに乗っていただくような、こういったものを実施をしたいと思っています。で、この日は旧栄島小の体育館でも、様々なイベントを一緒にやりたいと思ってますので、こちらにもおいでいただければというふうに思います。こういった記念イベントをたくさん起こしありますけれども、こういうことで、来ていただいて、この地域が持っているこう歴史や何かをこう体験的に感じていただく、そんなことをしていきたいと思いますので、どうぞおいでいただければと思います。はい、学びも楽しみもたくさんありますね。はい、ありがとうございます。では世界遺産登録10周年を迎えたことにあたり、ご来訪者様にどのようなことをお伝えしたいですか？はい、この地域が持っている、そういった先ほど言ったこう貴重な部分もそうですけれども、ここは世界遺産として、登録をされているということ、これはどういうことで世界遺産としての価値を見出したかというと、やはりこの地域がその時代に技術革新を行ったということと、その技術の交流があったということが一つの大きな、なんていうんですかね、採択された意味になっておりますので、ここをしっかり知っていただきたいというふうに思っています。富岡製紙を含めて4つの遺産、構成資産ありますけれども、特にこの田島八重旧宅における技術革新というのは、
母屋、こう屋根の上にこうまた一つちっちゃい屋根が乗ってる櫓という、はいはい、部分があって、うん、ここがあの換気装置になっていて、こう空気がこう循環をするということで、うん、こういったの養蚕農家とすると標準的なモデルになるこういった建物をこの田島八重さんが実際に作ったということと、うん、ここで蚕の飼育を自ら実践をしながら養蚕新論という本を手引き書ですね、うん、マニュアルを書いて、こういったことをこう全国に広げていって、この清涼育と清い涼しい育て、うん、育ててるですね、はい、綺麗な空気で涼しい空気でこうお蚕さんを育てると、うん、こういったことを全国に発信したということがこの技術革新の、一端だと思います。はい、でまた技術交流とすると島村のこの田島八重さんを中心にして島村勧業会社という会社を作って、はい、明治の12年というもう本当にまだ江戸から明治史があって、うん、はい、その明治の12年の頃にイタリアのミラノまで、はい、お蚕の種をです、種というか卵ですね、はい、これを売りに行ったという、そんな遠くまで、そうなんですよ、そういうことをしたという、はい、このなんていうんですかね、こう世界に羽ばたいていく、うん、そういったことをさまざまやってきたということが、もう本当にそういう世界を股にかけた技術交流があったと、うん、でさまざまな顕微鏡を向こうから持ってきたりとか、はい、まあ、キリスト教を含めてさまざまなこうそういったなんていうんですかね、文化っていうんですかね、うん、文化とか知識、うん、これをもう本当にこの内陸部にあるこの島村の地域がそういうものをこう受け入れてきたという、はい、こういったことをこういった世界との交流、こういったものも皆さんに知っていただければというふうに思います。うん、まあ、国の史跡ですからこれをしっかり保存するとともに、こういったことを皆さんに知っていただきながらこれを活用していくということで、これからもこれをもう一切やらなければならないことだというふうに思いますので、はい、とにかく見に来ていただいて知っていただければありがたいというふうに思います。はい、わかりました。世界遺産、田島八重旧宅の整備状況はいかがでしょうか。はい、今後予定されている世界遺産の整備状況と合わせて教えてください。はい、まあ、市内いろんな建物があるんですけれども、うん、まだ調査が終わってないところもありまして、はい、調査をして、そして直せるものは修復をすると、うん、まあ、世界遺産なので勝手にいろいろできないものですから、ね、うん、しっかりした調査をしてどういうものだったかというのを調べて、そして修復をすると、こういったことをやっていきたいと思ってますけれども、うん、去年までにもうこれ終わった部分では、田島八重がお年を召してから晩年に過ごした別荘という、まあ、うん、建物の中に別荘という、はい、別の建物があったということと、はい、蚕の卵を冷蔵保存する、うん、そういったことで、これをすることによって1年間に何回かこう時期をずらすことができて、蚕を何回かに分けて変えると、はい、複数回変えるということにできるようになったんですけど、このコンクリート作りでの冷蔵庫跡、はい、それとあと、門ですね、通用門である東門のこういった修復整備はもう今終えています。はい、で現在やっているのは、はい、この蚕の餌は桑の葉っていう、まあ、桑丸くん の, この背中のところですけどそうです、ね、この桑の葉を貯蔵したり加工したという、はい、桑場という桑の場所って書いて、はい、桑場ですね、これの、修復整備をやるということで、今文献だとか、うん、建物の調査を今行っているところです。はい、でこの今言った桑場は今現在はガイダンス施設として、はい、ここでパネルを展示したり、はい、道具類を展示したりしておりますので、うん、まあ、ここも修復整備に合わせて展示内容もまた変えながら皆さん見ていただきたいと思ってます。うん、はい、わかりました。さあ、ここまでたくさんお話を伺ってまいりました。最後に一言メッセージをお願いします。はい、世界遺産登録10周年ですので、ぜひこの機会に、田島八重旧宅に来ていただき、また本当に周辺部が、うん、似たような建物が あって、はい、この当時の時代を本当に感じられるようなそんな場所になっておりますので、ぜひお見よういただきたいと思います。なかなか初めての方どう分からない部分もありますので、うん、サポートガイドさんが常駐しておりますので、ぜひ無料です。このガイドさんにいろいろなことを聞いていただけるとありがたいというふうに思います。それから
先ほど言った利根川ですね、はい、こういった場所もあのすぐ裏が利根川ですので、こういった、大きな空間がこうあったと、こういうことも、感じながら、これが将来の伊勢崎市にまたいろんな期待ができるような思いを持っていただけるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひおいでいただきたいと思います。8月31日には花火大会も行いますので、はい、そうですね、はい、ぜひおいでいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、楽しみにしています。伊勢崎市長のこんにちはラジオ、伊勢崎市の肘康夫市長にお話を伺いました。なお、この番組は毎月第1水曜日に本放送、第3水曜日に再放送を行っています。藤市長、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また8月放送でお会いしたいと思います。よろしくお願いいたします。